ソローチンツの定期誌は、モデスト・ムソルグスキーが作曲した未完成となったオペラの一つ。タイトルは、ソロチンスクの定期誌とかつて語訳紹介されていたが、現在では、上記のように正しい日本語訳が普及しつつある。なお、ソローチンツとは、原作者、ニコライ・ゴーゴリの記事である。地名が形容詞化するときに変形するロシア語の規則を知らなかったことから生じた語訳である。 ニコライ・ゴーゴリの物語集、リカーニカ・キンゴー・ヤワの第一部をもとに、作曲者自身が台本を作成し、1874年から、ボスル直前の1881年にかけて、作曲された未完のオペラである。ムソルグスキーの死後、アナトーリ・レアドフやニコライ・チェレプニン、ビッサリオン・シェバリーンらの多くの作曲家たちが保筆、完成させ、多くの版が存在する。 現在全曲が上演されることは滅多にないが、その中にある楽曲、ゴパックやパラー社のドゥムカなどはコンサートにおいて独立して演奏される。1874年頃、ムソルグスキーは、マリーンスキー劇場で活躍していたバスカシュ、オシップ・ペトロフが、ボリス・ゴドゥノフのバルラームを見事に演じたことに感激し、彼の活躍の場を提供しようと企画し、 ウクライナを題材としたオペラを作ろうと考えたことが、作曲につながった直接の動機である。この当時、ホバーン・シチナも作曲していたが、当作品と同時並行する形で作曲に着手している。また、ムソルグスキーの最後のオペラ作品とされる、プガチョフスチーナの奏功及びその構想も同じく取り組んでいる。同年にムソルグスキーは早速作曲に着手するものの、 ホバーンシチナと並行して作業していたことや、ウクライナ語の口調をレチタティーボでいかに表現できること、その主題をどのように作曲すればよいかについて悩まされた上、手こずり、作曲開始直後は滞りがちに進めていた。だがペトロフとその妻アンナボロビヨーバから激励を受けたこともあって、1876年7月になって本格的に作曲を開始している。 しかし1876年の段階では、台本は愚か筋書きそのものが全く書かれていない状態で着手していた。作曲中のムソルグスキーは、アルセーニー・ゴレニシチェフクトゥゾフに当てた手紙に、第一幕は集中力を要するので、第二幕から始めたと書いていることから、作業は難航していたことが伺われる。1877年夏に、オペラの一部を一旦完成させ、 知人で音楽評論家のウラディーミルスター・ソフラに意見を求めたが、彼らから批判を受けたため、完成した楽曲のほとんどが廃棄されている。またこの時期に、ペトロフ邸にて、それまで手がつけられなかった筋書きがようやく書かれ、これ以降作曲に全力を注いだ。しかし1878年に、ペトロフが死去したことや、自身の病気や転職などで、 作曲のペースは大幅に落ち込み、作曲は再び難航をたどる。1879年の夏、アルトカッシュダーリア・レオーノバのピアノ伴奏者として3ヶ月の休暇をもらい南ロシアへ旅行する。12都市の各地で行われた演奏会において、ムソルグスキーはこのオペラの一部を紹介しており、特にウクライナの聴衆から好意的な反響を受けている。 それ以来自信を持つようになり、完成に再び力を注いだ。この時点で、除曲第一幕の市場の情景、第二幕のいくつかのナンバー、第三幕のパラー社のドゥームカが一応完成されている。1880年1月1日に長年、勤めていた公務員を退職し、友人たちから財政的な支援を受けて、ホバーンシチナと、 ソロウチンツの定期誌の完成を目指すが、健康状態が悪化した末、1881年3月16日に、世を去った時点では、オペラは完成に至らず未完成のまま残された。1911年3月16日に、バチェスラフ・カラトゥイギンが残された多くの断片をもとに肯定した版を、ペテルブルクで演奏会形式として上演されている。この演奏会は、 ムソルグスキーボズ後30年記念の演奏会であった。舞台としての上演は1913年10月8日に、モスクワの自由劇場で、コンスタンティン・サラーチェフの式で行われた。この時は、アナトー・リラードフとカラトゥイギンが、保筆、改訂した版による。オペラは完全な形として完成されなかったが、死後多くの作曲家らが保筆を試みている。この編成は、 P.A. ラムとシェバリーン版によるものである。全幕、約1時間45分。その他、商人たち、農夫たち、羊飼いたち、ジプシーたち、若者や娘たち、コサックたち、ユダヤ人たち、悪魔たち、魔女たち、小人たち自徒場所、19世紀初頭、ウクライナの小村ソローチンチジョ曲に続いて、商人や群衆らが喧騒を極める、定期士の場面から始まる。 田舎から来たチェレビークは、妻ヒーブリャと、娘、パラーシャと共に市場を回り、チェレビークが、メス馬と小麦を売る間、パラーシャは楽しみげに市場の賑わいを見渡す。そこに若い農夫のグリツコが現れ、パラーシャを口説くが、これを見たチェレビークは二人を引き離す。グリツコは、旧友の息子であることを話すと、チェレビークは態度を和らげ、この出会いをしくすため、居酒屋へと足を運ぶ。 番、ヒーブリアが通りで酔っているチェルビークを発見して、叱りつけるが、娘とグリゼコとの結婚の話を聞くとすぐさまこれに反対する。これを立ち聞きしていたグリゼコは嘆き悲しむ。そこに、ジプシーが現れ、グリゼコに対して、牛と交換することでこの問題を解決しようと、助け舟を出し、グリゼコは約束する。妻ヒーブリアは、死祭の息子。 アファナーシー・イバノビチとの密会を心待ちにする。寝ていたチェレビークが目を覚ますと、彼に家畜泥棒に備えて、外で眠るようにと言って、夫を追い出す。アファナーシーが訪れると、二人は食事をしながら口説いたりする。そこへ、突然、チェレビークが相棒のクムと、その他の客たちと共に帰宅し、慌てたヒーブリアは、アファナーシーを裏に回らせて屋根裏へ隠す。 チェレビークやクムたちは赤い王妃の伝説の話に夢中で酒を飲んだりしている。クムが話を終えると突然窓が開き、豚の鼻面をした悪魔が出てきて一同は慌てふためいて逃げ出し、隠れていたアファナーシーも飛び出す。第一話ソロチンスク通り、チェレビークとクムは気を失いかけ、そこへジプシーと村の若者たちが二人を家畜泥棒と勘違いして捕獲する。 そこに、グリツェコが現れ、二人を解放する代わりに、パラーシャとの結婚を認めてほしいと願い出る。チェレウィークは、結婚を認め、縄を解かれると一度は、それぞれの家に帰っていく。ただ一人グリツェコがその場に残り、パラーシャを思うう,うちに、木の下で眠りにつく。そして幻想的な夢を見る。ここで、若い農夫の夢と題された合唱付きのバレエ音楽。 ハゲ山の西洋派に祭の夜が挿入される。これは、スラブの古い宗教の悪魔、チェルノボークが取り仕切る魔女の暗息美を描いたものである。あたりが明るくなると、グリツェコが夢から覚める。第二馬小屋の前の通り朝、パラーシャは、ママ母のことで悩みつつも、玄関先でグリツェコを思いながら、家から出ると、ゴパックを踊りながら歌い出す。 そこにやってきたチェレビークも一緒に踊り出す。クムとグリツコが村の若者や娘たちと共に現れ、チェレビークは娘の結婚を心から祝福する。喜んだパラーシャとグリツコは互いに祝福し合う。一方妻のヒーブリアが買い物から戻ってきて怒るが、ジプシーたちがヒーブリアを取り押さえて連れ去ってしまう。チェレビークと人々は結婚を祝いながら踊る。 一同が祝福した後、徐々に退場して、幕となる。5パックは、本来ウクライナの部曲であるが、当楽曲は、第3幕の終盤を飾るもので、合唱を伴う。正式な名称は、陽気な若者たちの5パックである。還元楽曲として独立して演奏されることも多く、また、レアドフやラフマニノフによって、ピアノ曲に編曲されている。構成は、アレグロスケリツ 4分の2拍子。このオペラは計画のみで終わっており、プーシキンの大義の娘に基づいている。実際に取り組んだのは1877年頃のことである。当時ロシア劇場の独唱者として活動していた。ムソルグスキーは後に彼女に歌曲、のみの歌を検定している。第3幕は大詰めの部分とそのテクストが欠けていた状態だった。ボリス・シュワルツ、レビュー。 ムソルグスキー、セルチノッチフェアバイスロベニアン、ナショナルオペラ、サモハバド、ムソルグスキー、ザムシカルクオータリー43、274から277、ジェイスター74325。ありがとうございます。